こんにちは、今お昼です。大赤字が続いてますよね。デフォルトするかもしれませんね。ソフトバンクグループの倒産について検証してみました。アームでね、だいぶ改善されましたけれども、もしね、今倒産するとするならばですよ、仮にね、株とか社債とか大して損しないのかもしれないなってことを考えてます。で、今倒産なら株や社債について返金はどのぐらい受けられるのかなってね、いうことを考えてみました。通常の事業会社の倒産の場合はまず復習します。それから投資会社であるソフトバンクグループが倒産したらどうなるのよってことについて分析していきます。そして、真の安全線なんですけども、返金可能額をね、推定することによって私ほっと安心しているわけです。私は社債をたくさん持ってるんで、定期的な分析をね、やってるわけですよ。定期的な分析って、こういう分析を定期的にやっておりますよと。で、今回アームが上場した関係でね、大幅に改善されてるってことをね、お伝えしたいと思います。私、会計士2、30年やっておりまして、その経験に基づいてこの動画を作っております。まず1個目、通常の事業会社の倒産の場合から復習していきましょう。あけぼのブレーキが倒産しました。これは事業会社でございます。メーカーです。赤字がね、続いて債務超過になって、で、債務超過になっちゃったりなんかすると、監査法人が監査をしている場合、監査報告書に1年内に倒産する可能性があるよみたいな注記をしなきゃいけなくなります。そんな注記がされた日にはもう本当に倒産するので、最後の一月になるわけですね。で、債務超過って何ですかっていうと、資本がマイナスになることでございます。すなわち資産よりもね、負債、借金の金額がね、大きくなることです。で、財務制限条項なるものをつけて銀行はお金を貸すことがね、多いんですけれども、債務超過になったらば、貸してるお金いっぺんに全部返せよみたいなね、そんな条件をつけてお金貸すわけですよ。そんなになっちゃったりなんかすると無理なのでね、だから倒産しちゃうというような、そんな流れが普通なわけです。で、破綻するかどうかは自己資本比率を見てくださいね。で、工場の類とかたくさん持ってる会社が倒産するとしたらば、そんなもんに還元価値はないですから、だから社債は返ってこないわけですよ。で、普通の貸借対照表ってね、資産よりも、負債、借金の額がね、ちっちゃいわけですね。で、その差額が資本でプラスの金額です。で、赤字がかさんでいくとどうなるかというと、資産が減っていきます。お金がなくなっていきます。で、借金がバンバンかさんでいきます。そして借金の方が資産よりも多くなっちゃったりなんかすると、資本がマイナスになっちゃうよって、これが債務超過でございます。で、自己資本比率がね、大幅に減少していくと、社債が途中売却できなくなります。危ない会社が潰れそうということで、誰も買ってくれなくなります。そして債務超過になった日にはもう本当に社債が返せなくなるというのが流れですね。で、一般事業会社の場合ですね、企業が倒産しても社債はゼロになるわけじゃないんですよと。だいぶカットされますけどね。倒産したらね、債権か清算ってね、2つの道をたどるんですけれども、債権の場合はね、債務をカットして生まれ変わろうということですね。だいたい大損するのは債権者でございます。そして、企業の保有資産まで売っちゃって事業をやめますよっていうのがね、清算ね。この場合も社債の、その返金額っていうのはね、ビビたるものが、まあ、通常ですね。で、債権者のメリット回収額がどっちが大きいかなっていうことをメインに、どっちに行くかをね、決めるんですけれども、はい、清算と債権なんですけれども、ソフトバンクグループはね、どっちを取るかというと、皆さんお分かりですよね。後で答え合わせしましょうね。で、普通社債よりも弁済順位が高い債権もありますよってことで、担保付きのね、お話をここでしてますよね。一般的に、配当率がね、決まると、平等に大口だろうと小口だろうと返金が受けられるんですけれども、担保がね、そもそもついている債権もね、発行されるわけですね。電力債とか JR 債のお宅が一般担保付き社債で、特定のね、この財産を引き当てとして、特定のこの資産だよって、これだけはうちの社債に当てるよっていうような取り方もあります。で、もちろんね、全財産を抑えた社債の方がいいわけで、電力債とか JR 債などね、本当に安全なわけですよ。ただし安全な分ね、利率が思いっきり低いと。ほいで、
さらにね、劣後債私持ってます、普通債も持ってます。劣後債の下にソフトバンクグループの場合は、クリノベ劣後債がございます。これ半分資本の社債でございますので注意が必要で、クリノベ劣後債が結構な金額発行してるんで、私は劣後債を持っていて、あ、もう安心中安心なわけですね。で、クリノベ劣後債について関連する記述があったので持ってきました。弁済順位が劣るぞというのがね、劣後債のなんですが、その下にソフトバンクグループはクリノベ劣後がございますよと。で、クリノベ劣後債って半分資本なんですよ。一定制限のもと資本として計上できるという、自己資本比率を守るために発行される、そういう特殊な劣後債がありますと。で、ソフトバンクグループはまさにこれを発行しており、クリノベ劣後債は半分資本ということで、格付け会社が格付けをしてもらえる、そんなやつです。ただね、そういう債券なのでとてもとても金利が高いです。直近の利率ってどのぐらいあると思います？この前出たやつ、はい、なんと 4.75% でございます。基本これね、5年で償還されます。過去にクリノベ劣後債を何回も出してるんですが、全部5年で償還されております。ただ何かしらショックというか大事件が起こった場合ですよ、経営が何かの都合で傾いちゃったりなんかすると、元本も金利も35年間ね、クリノベることができるような条項がついております。だから、本当に倒産するぞっていう場合においては、資本とほぼ同じような感覚だ、そういう覚悟がいるわけですね。なので 4.75 の高い金利がついているということです。ほいで、はい、ハイブリッド債証券でクリノベ劣後、まさにソフトバンクグループが発行しており、日本の企業で金融機関以外でこんなの発行できている会社ってソフトバンクグループぐらいだと私は思っております。 4.75 でさ、ものすごい金利をついてつけているんだからね、利回り高いけど弁済順位は低いというような感じで、まあ、リスクリターンが見合ってるんでしょうね。で、私はね、これクリノベ劣後債買いませんけれども、逆にこの辺をよくねご理解いただいていて、で ここをね 4.75 を取りに行くっていうことはね、ありだとも思いますね。はい、で、そしていいことばっかりじゃなくて、株の場合どうですかっていうことなんですが、債権者に対する配当率が 100% に達することはまずないですから、まず債権者に 100% 弁済した後に資本の払い戻しがあるわけですからね。基本株は0円になりますよと。だからクリノベ劣後債も同じような感じでね、0円になる確保をしないといけませんよってことでございます。はい、ではね、投資会社のソフトバンクグループが倒産したらどうなるよって話をこれからしますね。はい、ソフトバンクグループはね、故意にもう清算しちゃうぞと、非公開化をするぞ、スローマネジメントバイアウトを進行中だよっていう、そういうお話もね、しっかりありますからね。ここはね、また別にね、動画を作ろうかなと思っておりますけども、清算をあえてやる可能性もあるっていうのがね、ソフトバンクグループです。はい。で、ちなみにね、自己資本比率が今どのぐらいあるかというと 20% キープしてますね。だからすぐに倒産するようなことはもうないですよ。で、数字をちょっと鳴らして億単位で見てみましょう。総資産が46ね、で自己資本が 9.76 だから 9.8、差額を取って負債が 36.2 あるっていうことになってますが、この負債の 36.2 はね、決算短信とずれてます。これ非支配株主持ち分、非支配持ち分 1.9 を含めた形でこの表をね、株単が作ってるんで、そこはねちょっと注意してくださいね。で、本当の負債っていうのはこの非支配株主持ち分なんて含めませんからね。借金のようなお金を返さなきゃいけないものという意味ではね、負債は 34.3、 こっからね分析していきますよ。で、この 34.3 というのは決算短信と合っております。で、この直近のね赤字がね 1.4 兆円だったんですけれども、先ほど自己資本がね 9.8 兆あるよってことを確認しましたので、だって3兆円ぐらい年間で大赤字を出して、それが3回続いても大丈夫だよって状況なので、まあまず大丈夫でしょう。さらに負債の中身ね、 34.3 の中身を見ていくと、
はい、本当はね、個別財務諸表が見たいんですけれども、決算短信ではね、個別の財務諸表は含まれてませんので、もう連結で見ていくしかありません。で、本当の負債とね、会計的な負債っていうのもあるんで、金額が大きな重要なもので、かつ本当の負債、本当にお金返さなきゃいけないようなものについて拾っていきます。これ、ざっくりざっくり拾っていきます。で、例えばよ、ほら、銀行業の預金とかは、これ外しましたよ。ね、ほいで、そしてほら、あと、この引き当て金の類も外しましたからね。で、ざっくり計算すると、大体ね、ソフトバンクグループの流動負債の中で、本当にお金を返さなきゃいけないものが大体9兆円ぐらいかなってね、ざっくり計算しました。で、非流動負債の中も同じように、本当にお金を返さなきゃいけないようなものについて、金額が大きいようなものね、についてまとめて計算しました。例えばね、ほら、この、外部投資家持ち分なんてこれ外しましたよ。で、さらにこの、繰り延べ税金負債なんてこれも関係ないから外しましたよ。ざっくりまとめて拾うと16兆円ぐらいになるんですよ。で、さっきの流動負債の中の9とこの16を足してだいたい25兆円の負債があるかなっていうのがね、わかります。ただね、ソフトバンクグループの連結財務諸表の中にはソフトバンク KK ね、携帯会社の方が連結されて合算されております。連結財務諸表を作るときにソフトバンクグループの財務諸表も単純合算します。そして、連結消去仕分けの類で、調整していくんですけれども、基本ソフトバンクグループの連結財務諸表の中の負債にはソフトバンクの負債がそのまんま足し込まれております。だからそこを除きたいわけですよ。だってソフトバンクグループの負債とソフトバンクの負債は別々ですからね。はい、別々というのは返す人が違うわけですよ。ソフトバンクはしっかり借金を返すからね。だからそこを除きたいわけですね。で、ソフトバンクの決算短信を持ってきて同じように、その本当の負債をね、ピックアップしていきます。だから会計的負債って言われるのが、例えば繰り延べ税金負債の類です。深入りはしませんけれども、会計を行うためっていうか、企業会計で会計すると出てくるような負債っていうのがね、例えば引当金とか繰り延べ税金負債の類なんですが、これ借金じゃありませんから除いた方がいいんですよ。で、これをね、計算し、ざっくりまとめると約9兆円になりますよと。で、ソフトバンクグループの連結財務諸表の中にソフトバンクのお金を返さなきゃいけない金融庁員が含まれているから、これを除きたいわけですね。で、はい。で、ソフトバンクグループを引いてざっくりね、さっき計算ざっくりした25兆から9を引いて、16兆円ぐらいがソフトバンクグループの本当の借金かなというね、そんなような当たりをつけました。で、有価証券報告書がないからね、正確な数値は不明ですけれども、大づかみでざっくりこんくらいかなって私は思っております。で、次ね、真の安全性はどうですかってね、いうところで、返金可能額を推定していきますよ。はい。さっきの16兆円ね、このぐらいお金返さなきゃいけないんじゃないかなって思ってるんですけれども、ネットアセットバリューの計算のところでさ、純負債が 1.94 兆円って書いてあるじゃん。と思いませんか？なんで2兆円ぐらいで済むのって。16兆円ぐらいあるような気がするんだけどなと。ナブっていうのはね、持ってる株式の市場価値から関連する借金を引いたものっていうことでね、ネットアセットバリュー大切だよってね、孫さん言ってんだけど、どうもこの純負債、負債の方がってね、こんな差があるのって思ってて、私これね、ちょっと疑問なわけですよ。ではね、こっちはどうですかと。保有株式の方の価値はどうですかっていうことについてはね、信憑性があるんじゃないかなってことが、この前のアームの上場でね、ある程度ね、私ね、確認できたと思っております。16日の日にこんなの作ったんですよ。この中で、ね、このナブがね、信用に足るんじゃないかなっていうところのお話ししたわけですよ。
で、保有株式価値でさっきあったでしょう。その内訳の中でアームがこう 4.3 兆って書いてあるのね。で 4.3 兆ってちょっと控えめかなと思ったわけですよ。市場価値がね、上場した時にさ 9.6 兆ついたからね。その 90% をソフトバンクグループが持ってるからね、控えめだなってね。 4.3 兆円ぐらいね、少なくなってんじゃないかなってことにしてちょっと分析したんです。で、ネットアセットバリューのどこの保有株式のところの内訳でさ、でアームが 4.3 兆で何ぞやということを見たわけですよ。アームのとこ見ていくと 4.3 兆円のところで 5.59-1.26 やってるよと。これって何かよく分かってないんですけれども、あの1兆円前借りしてますからね、それなのかどうかでもはっきり分かりませんよ。ただね、このこっち 5.59 を調整して 4.33 にしてるから 5.59 の方をね探っていけばいいよね、まずはね。これって何よと。ちなみにこれさ、あのほら、あの、時価総額9兆円強、なんと時価総額が、9.6 兆円になりましたってね、記事が出てましたよね。売り出し価格51ドルを 25% も上回ったよというね、いい話が出たわけですけれども、だいたいこれね、割り返すと1ドル 147.4 円ぐらいで計算してるなとか分かるんですけども、ほらここほら、終わり値がね 63.59 ドルって出てるじゃない。売り出し価格が51ドルだったからね、一体ソフトバンクグループはどのぐらいの価値を持ってアームを評価してるかというと、売り出し価格一生懸命計算したんだろうからね、だからここから割り戻していけばいいわけですね。9.61 を 63.59 でね、この数字で割って、で51をかければ 7.7 兆になるわけですよ。だから孫さんは 7.7 兆円の時価総額だと思って売り出し価格を51にしたんじゃないかなっていうようなことがわかるよね。ではではと、この 7.7 兆から逆算していきますよ。 7.7 兆の 90% をソフトバンクグループが持ってるから、だからこれってね 6.93 じゃないっていうふうに考えたのは間違いかな。いいよね。だってね、売り出し価格は 7.7 兆のつもりでいたよと。 10% 売り出して9割残ってますよと。じゃあね、9掛けで 6.93 でいいじゃん。で、株担保がどこに入ってるのか分かりませんよ。ここかここかの定かじゃないけれども、まあまあまあ、この 5.59 か、ここについてのこの数字はね、もしかしたらね、この 6.93 で良かったのかもしれないなと。ただ控えめな数字を使ってるなってことを私言いたいわけですね。でその差額が 1.34 なんで、保有株式価値ってもしかしたら 18.35 じゃなくて 19.69 でもよくねって、そういうことを思ってるわけですよ。だから保有株式の価値について言うと、ある程度信憑性があるのかな、ここね、ある程度信憑性があるのかなとね、いうことで 18.35 は信用したいと思うわけですよ。で、はい、こっちは信憑性あるよと。で、18.35 引く、この純負債の 1.94 はね、私信用あんまりできないんで、この16兆を使いましょうよ、このさっきのさ、荒く計算したやつね。で、16兆引くとね、それでもね、2.35 兆円余りますね。で、ここはもう数字をざっくり丸めて、2兆円余るような感じにしましょうか。この保有株式価値が正しいとして、負債をざっくり掴んだら16だからね、これを換金したとしてね、16は払えるじゃん。そしてまだ2兆余るよって。で社債はなんかね大丈夫な雰囲気ですよね。で株はどうよと。で直近で時価総額がね 8.9 兆円なんだから、ここをざっくり9兆円でいきましょうか。9兆円でざっくりまとめて、ね、で分析していきましょう。で今6000円ぐらいで買っとけば安心かなとちょっと思うわけですよ。株はどうなるのってね、今ね、例えば6000円で買ったとしましょうか。で、はい、まあほら、時価総額が9で、ね、ざっくりいきました。で余力が2兆円ありますよと。だから7兆円は切り捨てられるのかなともちょっと思うじゃないね。で社債が全部完済できたよと。その後を、ね、その残ったお金をね、株主にね返すとして、もしかしたらよと、
アームの部下と時価の差額が換金可能だとしたらね、いっぺんにねできるとしたならよ、本当は無理なんだけどね、仮定だよ、まあまあ可能性としてはゼロじゃないからね、換金可能ならと、アームがね 3.3 兆円で買いましたよと。で企業会計で、会計を組んでいるんで、取得原価買った値段でアームは評価されてます。で、時価がさっき 9.6×90% で計算したじゃん。仮にこの金額を使いますよ、まずはね。で、その時価総額が 9.6×90% でってことだから、その差額がね 5.34 兆円になるわけですよ。で、そうすると今度7兆円の大部分がカバーできるじゃん。もしかしてよ、今後アームがよ、ね、3割以上上がったりなんかすると、ちょうど3割上がると、ね、ソフトバンクグループの株を今ね、6000円ぐらいで買ってたとしますよ。で、アームが今後3割ぐらい上がったとすればね、まさにこの式のこの 9.6×90% が3割上がるんで、3.3 兆との差が8兆円になるわけですよ。あれれってアームが3割ぐらい上がってくれて6000円で買っていりゃさ、あららこの7兆円の切り捨てもいらなくないですかっていう風な感じになりますよね。これがねソフトバンクディスカウントのいいところで、まあいいところって言っていいのか分かんないけどね、まあまあ魅力あるとこですよ。でこういうような計算をね私ずっとやってまして、私はだからね危ない危ない潰れる潰れるって言われるけれど、ソフトバンクグループの社債は、気持ちよく持ってて夜もね、ぐっすり眠れるっていう状況でございます。あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。